こんばんは、宮沢です。今日はヨハネの福音書第10章の続きのお話をしたいと思います。テキストは新約聖書福音書、塚本トラジさんの役です。岩波文子です。10章の31、一行はエルセレ、受難の予告第3、一行はエルサレムへの道を登る途中であった。イエスが12人の弟子たちの先頭に立ってどしどし歩かれるので、彼らは薄気味悪く思い、ついていく他の人たちは恐ろしがっていた。イエスはまた12人だけをそばに呼んで、自分の身に起ころうとしていることを話し出された。さあ、いよいよ私たちはエルサレムへ登るのだ。そして人の子、私はそこで大祭司連と聖書学者たちとに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異教人に引き渡し、異教人は殴り、椿をかけ、鞭で打って、ついに殺すのである。しかし3日の後に復活する。ということです。ここからイエスがエルサレムに入っていくんですけども、もうすでにエルサレムに入っていってですね、どういう目に遭うかということは、自分で予告するわけですね。で、今までも予告はするんですけれども、殺されて3日後に復活するっていう話はもうすでにしてると。で、誰によって殺されるかというと、まあ、長老や大祭司連、聖書学者、まあ、ユダヤ教と、パリサイ人ですね。パリサイ人たちに、殺されると。で、最初に予告した時はこうペテロが聞いてびっくりしてですね、あの救世主であるキリストが死ぬなんて考えられないんで、まあ、そういうこと言わないでくださいって言ったんですね。第8章ですね。そしたらイエスは怒ったんですよ。引っ込んでろサタンでペテロに向かって言ったんですね。お前は神様のことを考えず人間のことを考えてるって言って切れたんですけども、2回目の予告をした時は、弟子たちに覚悟を求めたんですね。だけど弟子たちは答えなかったんですね。もう怖くて、そういうこと言わないでくださいって言って行った時は、まあ、ペテロがもうめちゃくちゃ怒られたんで、今回2回目に予告した時はみんな黙っちゃったと。黙っちゃったんだけど、その後じゃあイエスが死んだ後誰が一番偉くなるのかなとか、そういう話をしてたんですね。そしたらまた怒られたっていうことありました。で、予告の3つ目は、まあ異教人に引き渡されて、まあローマのそのコンスルっていうんですかね、ピラトに引き渡されるってことですね。で、彼らによって殺されると。もう予告してるわけですね。予言してるわけですよ。自分の身の上がもう、自分はこれでエルサレムに行って殺されると予言して、なお弟子たちを連れていくと。でも死後3日の後に復活するって言ってんですね。で、まあ聖書に書いてある物語なんですけども、予言したことがそのままになると。ここに悲劇があるんですね。で、これはギリシア悲劇なんかだと、もうすでに予言が前もってあるわけですね。で、それによってですね、その通りになっていくというところに悲劇があるんですけども、まあ、このイエスの物語っていうのもですね、イエスが予言した通り、自分で予言した通りに、ことが進んでいくと。自分がその予言した通りに、なっていく。まあ、何によって予言したのかっていうと、神がそうなってるって、
イエスに伝えたからですね。イエスはもう自分の運命を知ってるわけですね。神が予定された運命を。そういうことになってます。じゃあなんでエルサレムに行くんだっていうと、そういう運命だった。神がそうしたから行くんだと僕は思うんですけども、それが結局イエスが救世主であったということの証になっていくわけですね。何もエルサレムに行く必要なかったんですけども、行かないと彼が救世主である、キリストであるってことが証明できないんで、それを証明するために行くと。で、行けばもう殺されるのは分かってるけども行ったと。なおかつ3日後に復活するということもすでに分かってたと。で、全て運命として分かってて行ったというですね。で、続きです。ゼベタイの子らの野心。ここにゼベタイの子ヤコブとヨハネが進み寄ってイエスに言う。先生、お願いがあります。聞いていただきたいのです。彼らに言われた。何をしてほしいのか。彼らが言った。来ようとしているあなたの栄光の中で、私たち一人をあなたの右に、一人を左に座らせてください。イエスが言われた。あなたたちは自分で何を願っているか分からずにいる。私が飲む苦難の杯を飲み、私が受ける洗礼を受けることができるのか。できます、と彼らが答えた。イエスは言われた。いかにもあなたたちは私が飲む杯を飲み、私が飲む杯を飲み、私が受ける洗礼を受けるに違いない。しかし、私の右と左の席は、私が与えるのではなく、あらかじめ神に定められた人々に与えられるのである。他の10人の弟子はこれを聞いてヤコブとヨハネのことを憤慨し始めた。イエスは彼らを呼び寄せて言われる。あなたたちが知っているように、世間ではいわゆる主権者が人民を支配し、またいわゆる偉い人が権力を振るうのである。しかし、あなたたちの間ではそうではあってはならない。あなたたちの間では偉くなりたい者は召使いになれ。一番になりたい者は皆の奴隷になれ。人の子、私が来たのも使えさせるためではない。使えるため、多くの人の贖い金としてその命を与えるためであるということです。ゼベタイの子ヤコブ。ヤコブっていうのは、サンチャゴって言葉ありますけど、サンチャゴってのはセイントヤコブのことですね。で、ヨハネ。ヨハネはこれ、ヨハネの福音書のヨハネですね。で、まあ彼らが、右と左に座らせてください。左大臣、右大臣にしてください。栄光の中で。って言うんですけども、まあ、その席を決めるのは、あらかじめ神が決めた人だと。で、イエスが言うのは、世間ではいわゆる主権者が人民を支配していて、偉い人が権力を振るうと。世俗では、権力が善である。庶民が悪、悪っていうか力のないものは悪であるってことなんですけども、それはキルケゴールの哲学を説明しながら何度か私が話してるんですけど、神の国には善が、善と悪がまた別にあるわけですね。だから、この世にいる間に、権力を求めるなって弟子に言ってるんですね。ヤコブとヨハネはイエスの片腕になりたいと、お互いに言うんですけども、いや、そうじゃないと。私たちは神の国に生きるべき人間なんだから、この世では偉くなりたいものは召使いになれと、一番上になりたいものは皆の奴隷になれと。まあこれどういうことか、まあ本当に弱い人のために隣人愛を実践しろってことですね。じゃないと、この当時の主権者っていうのは誰かって言ったらカエサルですね。ローマ皇帝ですよ。ローマ皇帝がこのエルサレムの地まで支配してるわけですね。
だからピラトが総督としているんですけども、それが世間の主権者ですね。世俗の権力はカエサルだと、ローマ皇帝だってことは分かってんですよ、イエスは。で、イエスたちのその宗教団体がやってることは、この世の世俗の権力として、権力を握ること、主権者になっていくことじゃないんですね。あくまでも、まあ一貫してるのは、その修繕人や買収婦っていう、その当時のユダヤ教すら律法を守れずに差別されてる弱い人たちの方の召使いになれ、その人たちの奴隷になれと。そうすることによって、その死後の神の国っていうのは、そういう人たちのためにあるということですね。世俗の権力に合わせて生きてしまうと、神の国の問題がなくなっちゃうわけですね。そうなると、いつまでも、その立場の弱い人、差別される人っていうのは、救われることがないと。でも、そういう立場の弱い、差別されてる人のために、イエスはこのようにやってきたんですね、人の子として。それで救世主になって、神の子になってたわけですね。だから弟子たちにも、一番弱い人たちの奴隷になることで一番偉くなれと。この世の中と神の国は転倒してると、価値が転倒してると。神の国の価値観は、この世で一番弱い人のことを助けることだと、その人たちに仕えることだと。人の子、私が来たのは仕えさせるためではないと、私に仕えようとすんなと。自分こそは弱い立場の人たちに仕えるために来たと。多くの人の贖い金として、その命を与えるために来たと。多くの人が最後の審判で、なおかつ永遠の命を受けるためにですね、この世に来たと。で、多くの人が、立場の弱い人ほど隣人愛を実践して、最後の審判の日に、いや、世俗で主権者も人民を支配している苦しい中で、なおかつ善行を知ったと、隣人愛を実践して神を信じたってことが認められて、神の国に入っていくためにですね、私はこの世に来たんですとイエスは言うわけですね。ということです。ということだと思います。私の解釈なんで、私は別に神父でも牧師でもないんですけども、そうやって読みますけどね。続きです。エリコの盲人。彼らはエリコの町に来る。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、手前の子バルテマイという目くらの小じきが道端に座っていた。ナザレのイエスのお通りだと聞くと、ダビデの子イエス様、どうぞご慈悲を、と言って叫び出した。多くの人が叱りつけて黙らせようとしたが、かえってますますダビデのお子様、どうぞご慈悲を、と叫び続けた。イエスは立ち止まって、あれを呼べと言われた。人々が盲人を呼んで言う。安心せよ、起きよ、お呼びだ。盲人は上着を脱ぎ捨て、踊り上がってイエスのところへ来た。イエスが彼に言われた。何をしてもらいたいのか。盲人が答えた。先生ってのはラップーニって書いてありますけど。先生、見えるようになりたい。そこでイエスが、お帰り、あなたの信仰は直した。と言われると、すぐに見えるようになって、イエスの旅行についていった。バルテマイという盲人がいたんですけども、道端で小じきをしてたと。それをイエスが直したんですね。
まあ、そのバルテマイはダビデのお子様、ダビデの子をイエスって呼びかけるんですね。なぜダビデの子だって分かった。まあ多くの奇跡をすでにしてたんで、この人間が預言者の末裔であると思ったんですね。だからダビデの子だと思ったと。で、イエスはまた奇跡を起こすと。盲人の目が見えるようにして、で、あなたの信仰が治したというわけですね。ということです。今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。以上です。